こんにちは、てこむせです。今日はね、インド東部からバングラデシュにまたがる地域、まあ、ベンガル地方なんですけど、そこにはね、バウルって呼ばれてる放浪詩人、もしくは宗教的芸能集団がいるんですね。で、今日はね、そのバウルについて話してみたいんですよ。 でね、このバウルっていう人たちはね一体いつ頃からいるのかっていうとですねそのねバウルの人たちが歌ってる歌がね約1,000年前に作られたチャルヤーパタっていうね 仏教に関するね、宗教的な歌を集めて解説したテキストなんだけど、それまで遡れるってわけですよ。だからね、その宗教とか信仰に関してだと、一体どれぐらいまで遡れるかっていうのはよくわからないんだよね。そのね、バウルを世に広めたのがタゴールって、この人は、 インド人の詩人でアジア人初のノーベル賞受賞者なんだけどね。この人がね、バウルの音楽の世界というか詩の世界の豊かさに感動して、えー、みんなに紹介したのでね、それから再評価されることになったんだよね。それでね、バウルっていうのはね、宗教的芸能集団のことなんだけど、これね、誰でもバウルになれるんですよ。なりたかったらなれるのね。だからね、そのバウルになる動機って人それぞれなんですよ。 もう、すごい貧困で食べていけないからバウルになるとか、あと、あの、カースト制度でしょ、インドはね。それで、あの、一番低いカーストとかのね、身分っていうかね、そういう人たちはもう、虐げられたり抑圧されるので、それが嫌でバウルになるとかね。で、あの、望まない結婚を無理やりさせられて、それが嫌でバウルになるとか。で 音楽が大好きだったので、バウルになって、バウルの音楽をしたいからとかなる。で、あとは、その信仰、宗教、バウルの宗教に対して消えしたいっていう人たち。それでね、今日はね、バウルの信仰について見ていきたいんですよ。まずはね、そのバウルっていう名前ですね。バウルってベンガル語でね、狂気っていう意味なんですけど、あの、狂気って言ってもね、そのいい意味の狂気。 もう含まれてるんですねね、まあ、かり的なもの、ね、さっきも言ったようにね、えー、とバウルになるっていうのもいろんな動機があったしでそのバウルになった後もやることってそれぞれなんですよだからねここではね話をしやすいように分かりやすいように本物のバウルっていう言い方しますけどね本物のバウルはだからインドのカースト制度は全否定するし偶像崇拝もしないんですよ。 でね、あの、生産しません。だから働かないってこと。で、火も使いません。 だからね、あの、誰かから物をもらわないといけないんですよ。物恋しないといけないんですよ。だから食べ物とか着るものとか全部人からもらいます。それとね、宗教的なね、教えの部分だけどね、本当に大事なこととかはもう全部秘密なんですよ。グルーって呼ばれる先生とね、弟子のね、その二人の間だけでね、行われる秘密の儀式であったりね、お話であるとかね、その中で進められていくものであって、 基本的ににね、外部に漏らさないんですよ。だからね外部に漏れ伝わってることっていうのはそういうことですよね別に外に漏らしてもいいことそのね外部に漏らしていい宗教的トレーニングの一つに男女の性行為があるんですね。それはねどんな性行為かというとですねまあ一言で言うと男性が射精をしないってことないとこんですよ。そしてねその男女共にそのトリップするんだな。 これはまあ、おそらくなんだけど、バットトリップしないようにね、まあ、それまでに訓練してるんだと思うんだよね。ただね、この生の儀式もね、本当に昔からあったものかどうかわからないんですよ。で、今あるバウルの宗教的なものってもう、それはもう、仏教も入ってるし、ヒンズー教も入ってるし、イスラム教も入ってるしね、もうごちゃ混ぜになってんのね。で、バウルの人が歌う歌も同じことをごちゃ混ぜになってるからね。 それプラス秘密でしょだからね、本当のオリジナルっていうものは分かりようがないんだけど、まあ今伝わってる中でバウルの人たちはね、その人間の肉体と心の問題をこういうふうに言うのよ。人間の肉体っていうのは宇宙にあるすべての物質が入ってると。だから宇宙にあるすべての物質で人体っていうのはできてるんだっていうの。だから まあ小宇宙よね。宇宙の中にあるもう一つの宇宙が人間の肉体。じゃあ人間の心はというと、あの世が全部入ってる。だから人間の肉体と人間の心でもう、ありとしあるものということになってね、私のね、肉体の中にある心の中には神様がいるってわけよ。そしてバウルの究極の目的は、その 自分の肉体の中にある心の中にいる神様と一つになることなんだって。それでね、そのバウルのその宗教的な修行の中にはね、恐怖心を捨てたりね、恥の心、羞恥心を捨てたりっていうのがあるのね。で、あと物乞い、日常的な物乞いがあったでしょ。 人から何かを恵んでもらうっていうのも辛いですよ。もうプライドなんかあったもんじゃないわけじゃないですか。でね、あるね、年老いたね、あの、バウルの人がこういうふうに言ったっていうんですよ。ジャケット、自分のまあ着るものね、着るもの一つ得るにもね、あの、村人からね、ちっちゃい歯切れをね、もらわないといけないんだと。 ね、一軒一軒家を訪ねていってね、歯切れをもらうんだって。でも何日も何日もかかって、やっと一着分の歯切れを手に入れると。で、その歯切れをね、パッチワークみたいにね、縫い合わせてね、やっとこそ一枚のね、服一着のジャケットが手に入るわけよ。そしたらね、自分はね、その歯切れ一枚一枚を見るたびにね、その一枚一枚を誰かの行為をもらったんだって。 思うと。でね、そのジャケットを自分が着て歩いてたら、その歯切れを自分にくれた人もそれを見るだろうと。そしたら、ああ、私があげた歯切れで服作ってきてるなって思うじゃないかと。うん、それがね、重要なんだよって言ったっていうのよ。こう見てみるとね、かなりストイックな進行なんですね。 あの、自分の恐怖心とか虚栄心とかね、羞恥心とか、そういうなものを全て、まあ執着と言ってもいいでしょう。それを全部捨ててですよ。そしてね、人間の行為によってでしか生きれんっていうね、自分はそういうもんだっていうのをね、 骨身に染みてわかるっていうかね、そういう経験をね、人生の中で積んでいくっていうね、そういう信仰であり、その実践なんですよ。そしてね、もちろんね、家なんか持ってないでしょ。だから村から村へと常に移動していくんだよね。ヨステ人のこの生活ってすっげえ辛そうなんですけどね。ここでね、もう一回ね、バウルの人が歌う歌にちょっと立ち返ってみたいんだけど、その、 歌の中にはね謎とか暗号がね散りばめられてるのねでそれをの謎解きをしないといけないんですよでその解説をねグルにしてもらわないといけないのねでちょっとね一つねそのバウルの歌をねちょっと読んでみようと思いますじゃあいきますよ「君はどうしてなすすべもなく途方に暮れているのか心の人を見つけることができずにこの木の根っこは天空にあり地面には枝がある」 この木には花も果実もない。なぜなら果実はグルの手の中にあるからだ。ガンジス川は乾きで死に、火は寒さで死ぬ。鳥の巣は水中にあるが、卵は木のてっぺんにある。彼の頭は北にあり、足は南に、手は東にあり、西から喋る。三本の弦からメロディーが想像され音楽が生まれる。その音楽はひつめの響きに似る。正しくリズムを取れ。 グルはボートで行く。私は流れと共に漂う。我らは墓場にてニームの木の下で会おう。っていうのがあるんですよね。まあ、はきり何のことやらわけがわからんという歌ですよね。まあ、このね、歌の詩の、ね、内容の謎解きをするわけでしょ。で、その解説をグルにしてもらうわけです。でもね、と。 歌っていうものはね、その詩に書かれてないものを私たちは感じることができますよね。まあその行間を読むっていうやつですけどね。つまりね、言葉で言い表せる情報量というのは少なすぎるんじゃないんですかと。で、いくらこの歌を理解したところでね、グルに教えてもらったって、そういうね、知識の問題ではね、本当に腑に落ちないんじゃないんですかと。本当の悟りってないんじゃないんですかと思うんですよ。 そこでもう一回考えるのが、そのバウルの人たちの生活、バウルの人たちの人生なんですね。彼らはね、 恥であるとか、虚栄心であるとか、傲慢さであるとか、恐怖であるとかね、そういうね、その煩悩みたいなものを一切を捨てるわけですね。捨てて生活するんでしょで、すべて自分の糧は他者からいただくっていうね、他者の行為により自分が生きれるっていうね、そういった人生をね、えー、とことん生きるわけでしょ 実はね、その人生を通して彼らは悟るんじゃないかって思ったんですよね。となればね、バールは実はね、何も秘密にしてなかったんじゃないか。全てを明かしてたんじゃないかって思ったんですね。要は人生なんだってこと。 誰しもね、その人生というものは、その人をね、その悲願に到達させるっていうかね、本当の願いを成就させるというか、まあ、悟ると言ってみるのかな。そういうものを果たすためのシステムが人生そのものだったんじゃないのかって思ったんですよ。最も本質的なものはね、修行でもなければ知識でもないって、その人の生きる人生にあるっていうね、そういうふうに思うと人生って本当に不思議じゃないでしょうか あの、もうほんと無色透明でね、空気みたいな感じでね、毎日が同じような毎日のね、連続、そんな時期もあるけれども、とてつもない暴風にね、吹き飛ばされるような出来事が起きる時もあるじゃないですか。と思えばね、知らず知らずの間にね、背中を押されている時もあるわけですよ。こんなね、高度でね、精妙なね、システムがあるでしょうかっていうね、 これはまさに神の見業としかも言いようがないとバウル流にね言うとですよその人生のまあ川流れる川はね永遠に近い時間続くとでその流れに私たちは乗せられて流れていくわけよねでねそれはどこに流れていくのそれはもう源に流れていくわけでしょうまさに神そこでね神と一つになる神と合一するっていうそのためのシステムが人生なんだ と感じたんですけどね、どうなんですかね。それではね、本日のバウルと人生の発見でした。ありがとうございました。また次回でお会いしましょう。さようなら。